どうもだるいもんです。今日はこれから奥さんがワクチン2回目を打ちに行かなくてはいけないので、今日の夜ご飯はサボテンになりました。私のご飯は何だったっけ、これヒレポテト弁当そうらしいです。どっかに書いてあるよね、ヒレポテト弁当。私はこれぐらいがちょうどいいのですが、ご飯も少なくてもよかったかな。少なめにしたの。あ、これで少ないの、うん、という感じで今日の夜ご飯はこちらなんです。そして奥さんはなんかちょっと豪華なのを頼んでおりますね。これは何ですか。ロースカツ弁当。ロースカツらしいですよ。奥さんはこれから注射を打ちに行くのにまだ食べない。まだ食べないですか。帰ってきたからですか、うん、ということで私はちょっとお先にいただきたいと思います。蓋を開けたらこんな感じです。そしてお味噌汁は今日はなめこです。そしてどうにかこうにか私は今日の Vlog を撮ろうとしているのです。そしてこちらのね、コロッケとヒレカツにソースを塗っていこうと思います。ソース、ああ、ソースはね、まあべったりつけない派なんですよ。ソースちょっとこんなもん。あんまなんかソースべったりも好きじゃないんで、こんなもんでいいです。からしは多め。こんな感じ？こんな感じでよろしいですね。はい。で、今日は試しに、α6300 で、また S-Log3 で撮っております。これをうまく綺麗に現像できるのか、今日もチャレンジです。そして、ご飯をいただきたいと思います。ご飯のお供に、わさび漬け。そして、あと、松前漬け。こちらでご飯を食べていきたいと思います。こうわさび漬けね、やっぱご飯に、こうちょっとつけて食べると美味しいですよね。うん、おお、ツンときていい感じ。うん、わさび漬けうまい。なんかね、こうやっぱわさび漬けうまいな。ではこちらの、うん、ヒレカツもうまい。でもなんか今日はわさびがいい感じ。わさび漬けがいい感じです。うん、うまいね。こちらの松前漬けの数の子を食べようと思ったわけですよ。そしたらもう数の子ないんですよね。昆布しかないんです。これどういうことですかね。誰かが食べてしまったんですね、数の子。カズノコ、あったあった、カズノコあった。カズノコ発見。犯人誰ですかね。カズノコばっか食べちゃった。これしかないです。いただきまーす。うん。カズノコもうま。甘さと辛さが絶妙なバランスです。しかし、誰かがカズノコを食べてしまいました。もうカズノコはないみたいです。こちらのポテトコロッケいただきたいと思います。こんな感じでいい感じ。いただきます。うん、うまい。まあこんな感じで夕食を食べていきたいと思います。そして味噌汁に一味。なめこの味噌汁もなんだかんだ言ってうまいですよね。うん。なめこと豆腐とネギ。うん。いい感じ。食った。お腹いっぱいです。ちょっと食べ過ぎの感もありますが。うん。美味しかったです。そして、食後にお茶を飲んで、今日の Vlog はこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バッド評価、何のでもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。